さて、今回は。このページをやっていこうと思います。ここに登場する字、頻度としてはすごくないんですけれども、中とか夏とか西とか東とか日とか服とか教えるとか雨とかね、こういろいろあるんですけれども、例えばこういう要するというように、どこか一箇所長く出してあとは短く揃えるということ。例えば100、こういった行の字、下を絞るいじりで、東なんかは楷書だと左払い右払いこう長くしますけれども、行書になるとね、そう長くしないし、払い短く右なんかは止めたり払ったり、こういう構成を取ったりするのも行書の特徴。今ここに雲の雨かむりがありますけども、ここで幅取って、あとこう狭く収める。こう行ったり来たりする中で、どこを強くするか。短い点、縦角、で最後も点を打つのか、返して終わるのか、まあ、いろんなやり方があります。から西の字、これは上を短くしていますけれども、で点にしてしまっています。解消でいけばこう曲げますけどもね。できるだけ行書を書くときは、まあ、こういったところもそうですけれども、こういう点もそうなんですが、楷書のような大きな動きにしないで、できるだけこの往復の中で短い距離を移動させる、こういったところもポンと置いてさっと払うと、こういう動きですね。例えば引いても点を打って払ってで大きく反らせずに少しの反りと長く払わないで止めるという、でこういう回すところですね。直線的なものとこう丸く回す書き方とこうありますけど、月へつながるために止めて返すというこういう動きですね。だからここで見られるように、どこで幅を取るかということと、こう重なるときは角度を変える、横にして斜めにしてで縦へと、いうことですね。で、三髄についても二つ目三つ目っていう動きとか、ここも解消していけば、なんか長いのを短くするということをやってます。で、雨のこの中の
省略の仕方、点4つなのに対して一続きで書いてますけども、一つ目二つ目を縦一本で、三つ目四つ目を同じようにやってもいいんですけども、点下をつけるためにこう書いているということをやってますね。でこの括は、草書です。月のあと点を書いて米に分けるですね。で解消できれば これなんですけれども、左払い右払いを横一本にする、というか、左払い右払いはこの点、そのすぐ上の横角を短くする、結果としてこの形、草書でこの形を取るんですけれども、点を打って巻いてで分けるという字、これをよく使います。それからその上の字でもこれ実は一本省略してます。でこういったところを回す線の字なんかもですね、こうくるくる単純に均等に回すのではなくて、右の縦角へ寄せているということをしたり、ここも左を長くして右を短くという構成をしたりします。逆に少しではですね、右を長く広く見せることが多いですね。で福の字についてもここを大きく見せる、まあ、辺と机の関係なんですけども、ここを大きく見せておいて、辺はここ左上を大きく、作りは右下を大きく、上絞って幅を取るってことをしてます。でこれ、王女よりちょっと大きく書いてみたんですけども、なかなか難しいんですね。相当思い切った大きい字に対して下をかなりこう絞っているのですが、ちょっとこれが大きすぎるかなという印象を持って少し変えてみたんですけども、これだと下がちょっと大きすぎる、やっぱり出ない方がいいのかなというところで、まあ、中間的なサイズで書くのがまあいいのかなと。読み編、この動き、一続きで書くこと、それから生まれるという、ここからですね、回す、正の字。この程度でもいいんですけども、早く書くともう曲線でこう、一続きでいけるっていうところが、早く書けて便利というところですよね。あと、6、とか文の点から横角へも一気にこうつなげるという形、点も左右をつなげるためにこの形からですね、この中の左右のこの動き、これはよく使うのでぜひ。で作りは大きく下げていいというところですね。まあ、こういったところをしっかり止めるとか、軽く払うとかっていうのもありですし、こういったところの点の省略も 1,2,3 というような書き方と
かこういったところですね。ここからのつなぎ、これもよく使うので、参考になると。これなんですけれども、極める、まあ今でこそこの形ですけれども、これを下に行くとともに、これもつながってのことで、なおかつこう回したりもするんですけれども、ここから一挙にこう行っているのかどうかがちょっと分かりづらい。もしかしたらこうしているのかもしれません。だからこうしているのかもしれないし、こう回しているのかもしれない。でここは他こうつなげているのに対して点を打って止めているんですね。太く短くという変化をつけています。左から来ています、止めてます、で点を打つような形でこう書いているというところで、まあ、他もねいろいろありますけども、あとは夏の字もちょっと見ておくと、意外と横幅を、取らずに縦長に書いています。でどこを揃えるか出すかっていうのに着目すると、上の横画が意外と短い。でここもそんなに出してない縦長の字になっています。これ楷書になると大きく払って、いますけども、行書なのでそこは短くしてるということですね。今回は、以上です。